日はのりこです。そしてこっちはけいです。今日は皆さんにフレンチリンゴタルトの作り方をご紹介したいと思います。リンゴタルトはフランス語でタルトポムと言います。これからの季節リンゴが安くなってくるので、これからの季節にぴったりかなと思ってご紹介します。今日はこちらのリンゴを使いたいと思います。フレンチリンゴタルトは、まずリンゴのジャムを作って、コンポートって言うんですけど、コンポートを作って、でその上に生のリンゴを切ったものを乗せていくのが特徴です。では早速作りたいと思います。それでは材料を紹介していきたいと思います。まずリンゴ6つ、種類は何でも大丈夫です。そしてこれタルト生地ですね。もう出来合いので大丈夫です。日本だとパイシートで大丈夫です。そしてこれは、スクロバニューって書いてあるんですけど、もう砂糖とバニラビーンズが混ざったものがこちらでは売ってるんですけど、これを、リンゴのコンポート作るときに使います。それから、砂糖大さじ2、シナモン、そしてバター 30g を用意します。まずですね、リンゴのコンポートを作るんですけど、それはリンゴ4つ使います。で残りの2つは、そのコンポートの上に生のリンゴを乗せていくように使います。さて、リンゴ4個分切り終わりました。ここにですね、この袋、砂糖の袋1袋と、これ大体砂糖大さじ1杯ですね。と、あと水 200ml ぐらいですね、を入れて、あとはシナモンを適量かけて、でこれを20分ぐらいですかね、コンポートになるまで煮ていきます。そしたらコンポートを作ってる間に、タルト生地をお皿に敷いておきます。フランスだとこの大きさのタルトが一般的なんですけど、これで直径30センチですね。でも日本のパイシートってこう四角いじゃないですか。なのでその場合は普通にこう四角いお皿に敷いても問題ないです。それではコンポートを作ってる間に残りのリンゴを切っていきます。そしたら、コンポートの上にのせるリンゴは厚さをですね、だいたい8ミリぐらいかな、まあ、6ミリぐらいかなぐらいに、こうやって薄切りにしていきます。これで上に乗せる用のリンゴが切り終わりました。
こんな感じで潰しながら煮て、リンゴの傘が2分の1強ぐらいになったら、リンゴのコンポートの完成です。それでは、リンゴのコンポートをタルトの中に入れていきます。それでは切ったリンゴをこのコンポートの上にこうやって並べていきます。ポイントはこうリンゴをちょっとこう重ねることです。こんな感じでリンゴタルトが焼き上がりました。